稲城は、三河国宝半軍稲町、深田、現在の愛知県豊川市稲城にあった、日本の城、豊川市指定史跡。徳川家の家門、山陽、青井の門発祥の城として知られている。室町時代に、本田貞則、本田貞助によって築城され、約150年間稲本田市の居城であった。1529年は、東三河へ進行して、 吉田城へ迫った。稲城主、本田正忠は、隕石関係であった、吉田城主牧野氏との関係を断ち、いち早く清康の陣に参。野員に紛れて吉田川を渡り、吉田城の東門を打ち破って城内に突入し、松平勢を導き入れたという。吉田城を攻略した清康は休む間もなく、軍を田原城攻略へ向けた。しかし、田原城主の四代目、 戸田宗光は戦わず、清康の下へ降った。この時、宗光は清康の一時をもらい受けて、戸田康光と名乗る。この田原攻めでは、正忠の本王勢が先導役を果たしたとされている。この後、清康は吉田城へ外戦し、東三河の諸豪族の服従を受けて、本拠地の岡崎へ戻るが、田原城から吉田城への外戦の途中、稲城へ立ち寄って、 勝利の祝宴を開いた。その際に正忠は、城内にあった、花が池の水葵の葉に魚を持って差し出したという。清康は気悦して、立ち葵門は、正忠の家門なり、この旅の戦に、正忠最初に味方となりて、勝ち戦となる。吉礼なり、玉わらんと本だけの立ち葵門を所望したという。このことにより、 正忠は清康への心腹の情が一層深まったと、される。後に、立ち青い門は松平家の門となり、家康の代に三葉、山陽青い門となったとされる。破竹の勢いで三河を平定した松平清康であったが、1535年の尾張の織田信秀ゼめで出陣中に森山で家臣に殺害されてしまう。このことにより、 松平氏による三河支配は瓦解して、再び三河国内は乱れてしまった。森山崩れの後、三河国は鶴が遠州の今川義元による藩徒となり、正忠は今川法の属称となる。正忠の後に忠都氏が稲城市を継いだ。1560年桶狭間で今川義元が廃止すると、忠都氏はこの三忠と共に、 松平元康の下に参じて、先行を重ねることとなる。忠だの後、三忠は病身であったため弟の忠治が稲城主となる。1564年、三忠と忠治は、吉田城攻めを家康に、神玄、二連貴城の戸田重貞を説いて、味方にするなどして活躍した。この行により、稲城主の忠治には五千貫の地が与えられた。忠治は、 堺井忠司と陣を同じくして姉川、流しの高天神城と戦い続け、先行を重ねた。しかし、忠司には子がなかったため、同人の堺井忠司の次男を養子で迎え、なお後春とした。1590年、家康の関東違法に伴い、稲本田氏は先祖代々約150年間住み続けてきた稲城を去ることとなる。 稲本田氏の放置は、下佐国腰の号五千国であった。稲城は、その後、廃城となる。1600年、関ヶ原の戦い後、孔春は、三河西尾城二万国の大名となった。矢部忠次は、西尾で没した。1615年、大阪の陣の先行で、大見ゼゼ城三万国を廃領した。孔春の後は春次が継いだ。 春時は後に画像採封されて7万国の藩主となる。以後13代是々藩主として続き、明治を迎えた。現在は本丸の部分が稲城市公園として整備され、車と土塁が残っている。またもギアグラが復元されている。1997年3月3日に城内にあった花が池と共にそれぞれ市の史跡に指定された。ありがとうございます。